93号では前号に続き台座のローラーを組み立て、さらに台座を連結して組み立てていきます。今回付属するパーツです。最初にローラーを組み立ててください。容量は今までと同じですので6本と4本の台座のローラーを組み立てます。ローラーが完成したら前号で組み上がった台座に連結して組み立てます。台座を裏にして接合し、連結具をはめてネジ SS6 本で固定します。連結具は中央が低くなっているので、ここには長い方の連結具をはめます。これで93号の作業は終了です。